では、今眼鏡直しましたが、その音を使ってみようということですね。いきなり身を覚えたように、そうかよ、この野郎って思うかもしれませんが、どうってことないです。頑張ってください。手は震えますがね、多少ね。何でもそうです。初めのうちは震えるんです。ド、ミ、ソですね。ソはここです。まあ、こうやって鍵盤の上にね、指を置けば大抵こんな形になっちゃうんですけど、ミの二つ隣になりますね。じゃあちょっとカメラ位置さん、ちょっとね、位置変えてみてくれる？はい。まあ、さっきのドがこれですね。で、中指でミですね。で、ソは小指です。あ、小指はね、普段使わないで、ね、ピコってこうなっちゃいますけど、気になさらずに。で、ミーソー、これ いっぺんにこのね、このここでこういう感じで、縦の形っていうのがあって、体の大きさによって手の形は違いますから、すごいちっちゃい人はこんなになっちゃうでしょうし、すごい大きい人はこんなになっちゃうでしょうけど、大体この辺でこんな感じ、僕はすごい大きい人なんでこんな形になってますけどね、小指でソーを弾くって、その時なんですけどね、腱鞘炎という病気にならないための方法なんですが、親指と薬、人差し指と中指でワンセットなんです。で、この3つ、中指、薬指、小指がワンセットだと思っていただければ、力配分を小指だけで弾こうとするとか、中指だけで弾こうとすると、手が痛くなります。親指使ってから大したことないですけど、中指の時には手のひら全体で。で、小指弾く時は、中指と薬指と小指で全部で、こう、トンとこう、体重移動してる感じですね。こうベコベコにこうなっちゃってても別にクラシックの訓練を受けてるわけじゃない、弾き方は自由です、弾けりゃいいんです、要は弾けりゃいいんです、昔よく言いましたね、カチャインだみたいなね、そういう世界ですね、ドミソ、このポジションでソ、小指で弾くという。じゃあ譜面また出してください。はいはい、今度はねこうなります。ドオオオミイイイソオオオドオオですね、次はドドドドソソソソドね、次はドドソソソソド。ちなみにですね、初心者の方、超初心者の方はこんなハイスピードで映像を見てる状態で練習できませんから、ちゃんとですね、マイナス1ね、手に入れていただいて、まあ、多分買ってもらうかな、安いんじゃないと思うけど、俺が丹精込めて作り上げたこのマイナスワンですね、これで散々パラ仕事の合間とか、お借りになってお酒飲みながらとか、甘いもの食いながら練習していただければいいわけでして、大体1週間にこの1ページ例えば「身を使ってみよう」とか「そう使ってみよう」とかっていうのをやれば必ず身につきます。今すぐっていうのは大変ですからね。まあでも説明ですから、ね、ちょっとマイナスワンで弾いてみますから、ちょっと待ってくださいね。やってみたいと思いますけど。はい。だんだん、使い方慣れてきましたね。はい。せーの、ドですね、今回はですね、ドの位置、ミの位置、ソの位置ですね、もう一遍しつこく復習しますので、カメラさんすいません、指をお願いします。はい、いいですか。ペダルのすぐ上、直線上にある黒2つ白3つのこの白、一番左のここがドです。これを最初に間違えるとですね、何やってもシーリーファ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 シーって暗い音楽になっちゃいますからね。ちゃんと真上にあった白3つのここがドです。ここを間違えると後残りが全部おかしくなっちゃいますからね。いいですか。ドはこの黒鍵2つあるうちの一番左側です。で、ミはこの2つ隣、ここを中指で弾きます。
で、ソはこの2つこっちですね、ここですね。そうです。こんだけでですね、実は皆さん、R&B ブルースを今アンサンブルしたわけでございます。ドとミとソ、大事に大事にポジションとリズムと譜面の読み方を覚えていきましょう。では画面変えてください。はい、締めですからね。はい、もう一遍図で見ましょう。黒鍵が2つ、黒鍵3つ、これで場所を覚えてください。ド一番左です。3つあるうちの一番左、それから2つ隣のミ、また2つ隣のソということですね。これでドミソを覚えていただきました。はい。